ワーケーション、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。これはワークとバケーションを組み合わせた言葉です。今回はサテライトオフィス型を取り入れた企業様に密着させていただき、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回私たちがファミリーワーケーションっていうことで、まあ、私たちの社員メンバーだけではなくて家族にとってもすごくいい経験になってるっていうところがすごくありがたい機会だなと思ってます。子供がいるメンバーなんかは結構ワーケーションから帰った後もこの与論島での経験を子供たちがすごい話してくれるっていうふうにみんなにも共有してくれました。仕事以外でのコミュニケーションを取る機会が、まあ、少し以前に比べて減ってしまっているなっていうことも実感してたので、コミュニケーションを深く取れるところがすごく良かったなと感じています。これから仕事をする上での理解も深まったと思いますし、あとは子どもたちにとっても今回与論島でお世話になった子ども園での体験がすごく楽しかったっていうふうに話していて、みんな生き生きと過ごすことができたので、まあ、自分たちにとっても家族にとってもすごくいい経験になったなと思ってます。ワーケーションで経験したことを会社に持ち帰るっていうことはすごく会社にとってもいい効果になると思うので、まずは挑戦してほしいなというふうに思います。